の子猫ちゃん、俺がその今日と思ったけど、いきなり冒頭そんなことを言い出したら、あの女性の視聴者さんがね、あまりにも嫌悪感でね、あの嘔吐をしながらね、あのビチ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 ね、私にビンタをしながらどっか行けていきそうな気がしたから、ちょっとベラベラ喋ってる間に、ちょっとね、ナイトとクイーンを向かい合わない。ナイト、これはなんだ、これはビショップですね。でナイトはあそこじゃないよってことで、これナイトだから、ってことは、っていうことは、こっちがルークじゃなくて、こっちが、クイーンで、こっちがあれですね。あー、すいません。失礼しました。私、今回のツアーガイドを担当させていただいております。はい。ブルーホース兼ですね。レオン・S・ケネディと申します。はい。ということで、今回ですね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただいた方に関してですね、無料で観光ツアーにご紹介。頼むよー。ちょっと待ってくださいね。なんだ。ほい、もう一回。ケースのマーク、ナイトはあそこじゃない。キングはナイトと、で、ナイトの正面で、最も柱。キングとナイト、コーン、じゃあ、あれですね、失礼しました。クイーンとキングの位置が逆でございました。はい。で、こっちが、クイーンで、こっちがキングでございます。というところですね。失礼しました。はい。私もですね、頼むよー。ルークは、ナイトの隣で、クイーンと、ルークとナイトとね、向かい合わないってことか、そりゃそうなるわな。うん。そりゃそうなるわ。ってことは、こうで、こうで、こうで、こっちがキングで、はい。ねえ、もう何言ってんだろうね。バカだよね。で、これでもダメだったら、その時は、グッドボタンをよろしくお願いします。うん。ダメだったね。ちょっと待って、ケースのマークが間違って、で、キングは、クイーンと隣接せず、ナイトの正面。じゃ、ナイトの正面になってねえんだよ。そもそもおめえさん、ナイトの正面になってねえんだよ。で、最も端だってるってことは、ナイトがそもそも端になってないとおかしいんだな。はい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 。ね。そもそもナイトの位置を間違えていたっていうね、もう、大いなる馬鹿違いをしているっていうね。はい。で、ここで、こっちが、キング。ほい。ほい。で、まあなんかね、いろいろとね、やっぱりね、ベラベラと喋ってるとね、なんかもう、なんか全然こう頭、もう本当にダメだね、クソだね、バカだね、すいませんね、ルークはナイトの隣で、そうだよ。ってことは、こうで、で、こうで、あれ、こんななんか考えさせられるものだったっけか？なんか、俺の記憶って、で、しかもここナイトは間違ってるよって書いてあるんだもんね。そうだよね。そりゃそうだわ。で、キングはクイーンズ、ナイトの正面で最も柱。ナイトはそうじゃない。で、ルークはナイトの隣です。で、クイーンと向かい合いません。じゃあ、そもそもおめえ、ビショップ、おめえがここじゃねえじゃねえか。はい。で、ビショップをここで、で、キング、青。キング、青。で、で、ここが端っこで、ナイツ。で、ローク。これだけでなんか、1パート終わっちゃいそう。はい。ということで、無事解決することができましたので、本日の動画は、まだまだ続くよ、ついてねー。あともう少し。こういうバカなこともね、たまにはお見せしてこないとね。まあ、あれですよ。計算バカだから安心して。うん。計算バカだから、こうやったらこうやって面白いだろうな。嘘です。ごめんなさい。今の完全に素でやりました。はい。お許しくださいませ。本当に申し訳ございませんでした。すいません。もうそんな殴らないでください。蹴らないでください。引っ張ってもどうせ降りません。だって、降りたな。電源が先か。電源があれだな。うん。そういうことですね。ということで、プロセサービーということで、じゃ あ、ここで帰ろうとすると、え？食っちまった！やっちまった！はっ！毒にもなってないのに、そもそも全然空気なかったのに、なん？うわぁ、もう。バッと、うわぁ、もう、このドラム缶を出して、もう、終わりにしたい。うわぁ、やっちまった、食っちまった。という夢を見たんだ、とか言いたいけどさ、リアルをお届けするんだったらさ、それはもう無理じゃん？どう考えたってさ。ねえ、やっちまったよ、さよならもう。破壊してやるよ、オラオラ。まずいぞ。まずいぞ。何が、そう、まずいんですよ。青と緑の混合物なんか食べたらさ、そんな美味しいわけないじゃないですか。もう、痛いって、こういうの見える。はい。おいで、もう。もうお前に関してはもう、エビラ、ぶっ潰してやっからよ。
おいで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 、もうやっちまったな、ほんとに。あっちなぁ、焦げてんなぁ、もうおめめだわ、こっちおいで、ヒュー。あれ、ちょっと足してよ、足してよ、発射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 パンダ。あ、いてて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 て、なんでお前、うわ、足や、うわ、下行ったらどうせ食らってんだからさ、おらおら、ほら、来るなら来い、嫌がれ。あいつ生きてた、あいつ生きてたのかって、おめえ生きてたのかって。でも多分ね、風貌が違うからね、同じものだっていう認識をするのはちょっとお間違いな気がする。めっちゃ失礼します。はい、この間におります。よいしょ。さあ、果たして一体どこまで迫りきているのか。こちら、あ、やってきた。おっと、はい、これでひざまつけ。その間に私はアイテムを回収する。目玉大きいね。ね、あの鍛え方を見せようってやっぱ体がアンバランスになってしまっているっていう、もう典型的なパターンだよね。うん。まあ、でも僕もね、あ、ちょっと待って。痛い痛い痛い、そらそうなるわ。どこ向いてんの、しかも発射せえや、お前。こら、暴言、こら。よし、行こう。なんで特急移行操作ができなくなるのかね。あの、久々にあの叫んじゃいましたね。まあ、じっとしてろ。ジュビレーションズとかをご覧になった方々はね、うん、まあ、あの僕がね、あまりの操作で、こんなくらい、うにょ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 ってやってさ、で、あのナイフで傷つけようと思ったら、ハンドガンでやったら、無理ーキャーってなってるような状態で、うわで叫びまくったっていうのはね、多分記憶に新しい方々もたくさんごまんといるんではないかなと思ってございますので、まあまあまあ、そうなってくるとね、もう仕方ないよね、本当に。だってさ、自分のさ、意図しない操作性とかになってってさ、もう僕、あの、なんて言うんだろう、短期で、単勝で、しかも、そう、これでお別れだといい。いいか、俺はな、何倍だったっけな、1.34 倍くらいあります。ちゃんと、平均の。それもフルになってるんですけどね。平均の。1.34 倍あります。で、うん。頑張った。エイダ！エイダ！こっちよ！で、なんでこっちよってね。まあ、でもあれだよね。もしもね、ちょっとやばいやつが来たら。心配したぞ。もしかして。まあね。でもあれだよね。女性でもさ、なんか海外の人とかだと、脇をさ、ほら。これじゃ歩けないわ。こう あえてこう三つ編みにしてみて、どうやって三つ編みにするんだってくらい伸ばしてるんだけどさ、ね、ぬー痛いぬー、うわー、刺さってるのが痛いぬー、じっとして、これが本当に行くってやつかな。自分でやれる、自分でいいから楽にして。あるよね、なんかさ、人間ってさ、こう弱ってる時に強がっちゃうとね、弱ってる時こそ弱って助けを求めたらいいんすよ。そんなもんすよ。あなたは逃げて。強がっちゃダメだって。逃げられるうちに。すっげえエロい目してんな、そこの君を置いていけない。まあ、本来の自分の仕事でいろんな人たちを安心安全にお届けしなきゃいけないって言ってんのに、自分が身を挺してさ、爪攻撃から守ったからいいもののさ、おめえ、簡単に引くかれてっかんな、本当に。よくないっすよ。今度は俺だ。ちゃんとお客様をお守りしてやらないと、まあそれを操作してんの俺なんだ。そこまで張り合うわけ。アニマが。さあ、この後にね、皆さんがね、お待ちかねのね、チュッチュタイムなんかっていうのを待ってたりするんですけど、調子に乗らない。チュッチュタイムがね、どう考えてもさ、下水道に下半身が浸かりまくった男とさ、もう何時間もゴミ処理場で過ごした女とさ、行きましょう。絶対これ臭い。アンブレラの研究所、この下にある。臭い連中が宙を吊るって、ウイルスのサンプルがあるって。もうね、下水とゴミが混ざり合う。他に予定もないしね。まあそうだよね、彼女に振られたばっかしですね。行くわ。こいつもそうだぜ。もともとさ、そうだよ。元カノに振られてさ、そのショックで酒飲んで、で遅刻してってやってたくせにさ、もうくら替えってんだもん。よくないよ、もう本当に。よくない、よくない、全然よくない。ネストはケーブルカーで行けるわ。歩くの？ほら、爆風とか全然さ、爆風なんか走る、走る。見える？見えない？もうだからずーっとレオン、ずーっとレオンのお尻。はい。ずーっとレオンのお尻。あ、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 ちょ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 。ちょ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 、いい感じ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 。いい感じ、いい感じなのに、いい感じ。あ、いい、いい、ちょ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 。はいはい、ここで待機。そう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 。あ、見えた！
完全に今見えたね。見え見え見ピピピ見えピピピやったな。勝合か。結構調子乗るなって。子供じゃないんだから。止まるんだったら止まるんだったらもうあれやってけよかったな。いやーやっちまったなー。走れよ。クソ鬼だな。はい。まあそんなことを言いながら、たどり着きましたと。見た目より痛い。ピッピーと急に始まるムービーね。この瞬間移動してきたっていうね。さて、お邪魔します。で、この女子は座るのかな？来る。ほい、座るね、座るね。じゃあ座ったこの先は片道切符よ。知ら。覚悟はいい。カメラワーク、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 ワーク、カメラワーク、カメラワーク。あ。これ完全にさ、ノーパンじゃね？履いてないよね。うん。あ、でもちょっとその白いラインが見えてっから、これもしかしてワンチャンあるか、ワンチャン実は白だったとか。しまった、さっきのプロがやったな。ちょっともう一回もう一回ほらほら、ワンチャン白だよねこれね。意外ですね、姉さん意外に白なんて開くんすね。なんかもう黒か赤か攻めた茶色とかそんなしかつけないみたいなね。奇抜な色大好き女子かと思ったけど、こちらはネスト意外と可愛いとかあるんじゃないか。到着までしばらくお待ちください。の色だな。ここで降ります。俺は許せない。何を許せないんだ。乗り込んで一刻も早く処罰すべきだ。そんなことよりも、そうね。でもあなたは体はお互い臭いけど、もうやることやっちゃう。これは FBI の仕事。おじさんが見守ってあげるからさ。私がやるわ。21歳と23、ね、4歳くらいでしょ。信じる。ねえ、もうそんな10個くらいも下の、ね、男女がキャッキャイチャイチャするのなんかもうあれですよ。あなたは死んで。もういいっすよ。もうそうか。あなたの助けがいる。おじさんが見守ってあげるからさ。今こそね。G ウイルスをお願い。マジで。こんな悲劇は二度と繰り返したくないの。エイダ、さあ始まるぞ。もちろん俺も手を貸す。シューターよ。シュッシュタイム。まともに動けない。あなたの最後の希望なの。お願い。興奮する方に関しては君を置いていけない、うん。もし襲われたらどうする。チューチュー。なんかさ、これに関してはさ、なんか自分で平気よ。すげえ虚しくなってしまった今。私なら大丈夫。ね、なんだろうな、これがレベッカとかジルとかアシュリーとかだったらなんかすごい、それからこうあなたのこともね。まもなくネストに到着します。興奮したかもしれないけど、まあエイダは残念ながら個人的な好みではないから。お願い、時間がないの。まあ別にってところかな。はい、さあということで、わかった。観光ツアー研究所戦頼んだわよ。始まりというところなんだけど、まあ始めたいところではあるんですが、まあ一旦ね、区切りがいいところまでやってきたので、腕はゲッチュ、ここでいいかな。はい。で、あれ、そういえば腹痛、あ、怒ってたよね。もういいや、パーン。はい、帰りたいよ、入りたいよ、戻れないよ、ピピ。あれ、なんで、え、腕輪つけた意味とは、え、腕輪つけた意味とは。これさ、中ちゃんと見たらさ、いる？いるよね。あ、いる。頭見えた。あ、ちゃんといるんだ。何してんのかな。あ、左手が見えないってことは、これ一人でやってんな。やっちゃってる。正面から見たときにいるのかな、ちゃんと。あ、いるね。しかもあれだ、発射できんじゃん。観光ツアーなのにね、全然こう、これまでのことをこう把握しないで、こんなことできるんだっていう、新たな発見を見つけているという時点でね、もう全然ツアーガイドとしてダメじゃねえか。なんかさ、なんとか県の観光大使に選ばれましたみたいなことを、よくね、芸能人の子が言ったりとかしてるけど、あれって別になんか、ある程度の知識、まあ多少の知識さえあれば、なんか誰でもなれるみたいなのを、なんかその、観光大使の研究、観光大使に選ばれた、社長さんが僕にチラッと教えてくれた。G ウイルスはどこだ。いや、あんなん別にね、
あのなんか観光できるほどの知識なんかなくたっていいんだよ、別に歴史調べてうんぬんとかそんな必要ねえんだよって、うん、申請すれば誰でもなれっぞって言われた。あ、そんなレベルなんでございますねって、はい、で、ウィン・リー先生は、まだお休みでございますということですね。はい、じゃあとりあえずこいつとこいつだけは組み合わせておいて、はい、ということでね、今回もねツアーガイドを最後までご視聴いただきましてどうありがとうございました。またね次回パートで研究所のツアーをやっていきたいというふうに思っておりますので、ぜひまた次回のツアーガイドのご参加もご利用お待ちしております。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してお待ちくださいませ。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。